ぱり100年先も持続可能な農業を実現するっていうのは、もうこれは農家さんと4年間勉強会をやってきた農家さんの声で、その農家さんのロボットが必要という声から生まれたアグリストなので、まあ、そこを実現するっていうことが一番大事。農家さんと話をする中で一番驚いたのは、もう本当にミニマムな機能でいいと。まず最初はその場で収穫をしてくれると。やっぱりワイヤーの吊り下げ式っていうところが一番大きな違い、まあ、拡張性というか将来性がこのワイヤーというのが有利に働くのかな。新富町の農家さんの課題を解決することができれば、日本中の農家さんの課題解決にも貢献できる、地球上の他の地域にも貢献できる部分があるんじゃないのかなと。